休憩トリップです。あ、残り1分。はい。あ、じゃあもうほな準備してパッパ行こうかも。なる。はい、行こう行こう。パッパ1時間掃除してから楽なだけやろ。監督どこ行ったん？あの監督さん、さっき急いで行ったんで休養の仕事じゃないですか。コーチ。はい、コーチ。ボーナスタイム。ちょ、俺寝とくからちょっと来て教えて。はい。最高やな、おい。ありがとう、来くんな。いいじゃん。よし。ああ、お腹痛かった。あらいた。なあ、なあて、今チームええ感じやねん。ほんま、勝手なことせんといて。なる。なんでお前みたいなゆるい考えのゆるキャラがおんねん、チームに。ほんま、どんだけゆるいねん。なるなる。はっきり言って、お前はチーム邪魔、害悪。邪魔。なるなる。出ろ。なる。はい、おい待て、出ろ。こいつめ。おや？うざに？宮本？あ、いや、これあの、今日川さんになるから先輩への手土産。どういう感じのやつ？結構超える感じ？いや、そういうわけないけど、これ普通かなと思う。礼儀ちゃう。いや、普通のせえへんけどな。そう？してへんよな、そんなもん。いや、俺、練習会の時に一応先輩お世話になるからって言って渡してるけど。やば。やば。うん。え、まあ、こういう感じね。いや、こういうわけじゃないけど、別に、うん、まあ、もう、礼儀と礼儀って、うん、普通かなと思って。うん、うん、うん、揃ってんな。お疲れ、疲れ、疲れ。うん、よろしく、よろしく。つまらないものです、おもしろいです。僕らからなる、なる。あ、見ながらぜひ、はい。おー、ありがとうと聞くやん。なんで、なんで、なんで。よし、野球のとしっかり書いとるか、あいつら。昨日のな、王について。まずは、入江。なぞったか、うちの野球部。6時起床、チームキャプテン。休日の朝は早い。7時、自主練に行こうとしたら、後輩から打撃指導をお願いされる。ったく、キャプテンってのは辛いぜ。ろくに自分の練習もできやしない。13時、キャプテンである僕の指示で1年生にピッチングマシンの調整をしてもらった。僕の指示に忠実で可愛い1年生だ。そしてここからは、僕のスケジュールとともに、リーダー論を述べさせていただく。監督さん、面倒でなければ最後までお付き合い願い。なるなる。読みました、読みました。嘘つけ。読みました。嘘つけ。あれや、見張り一年の中で誰かいたのかな。そうやな、ね、まあ、誰にするなんで俺ら一年が見張りとか行かなかった。ああ、おかしいな。まあ、そうやけど。さっきからうるさいねん翔太。あれ鈴村くん、こういうふうに言ってくれてるやろ。見張りとしてもらえば飛べるような前しさ、スナく言う通りにしとったらええんちゃうの。なあ、スナくん。なる。はいっすね、フランス。俺なんか喧嘩してたよ。いや、全然なんか声聞こえたけど。じゃあ、いいです。あ、そう。まあいいけど、仲良くせよ。まあまあ、まあ、仲良くせんでええねんけど、いろいろなんか面倒したらやめたな。あ、注意してきます、うん。まあ言うてる前にお前らもあのリーダー決める時期に入るから、そこはしっかり意識してくよ。はい、どんな感じで。ん？どんな感じで決まりますか。なる。リーダーはいつも毎年恒例やけど、夏の追い込み期間のラストに監督から発表されるから、うん、そこで1年生リーダーが一応決まるな。基準とかってあるんですか。基準なんか、どこを見られたりとか。
基本的にはやっぱ監督が決めはる、普通に。で、まあ、一応1年の中での推薦も考慮されるし、結構でかいのが俺ら先輩の評価。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。言われても知らんけど。まあそんな感じかな。はいわ、よろしく。で、誰か見張りといて。お願いします。なるなる。いや、お前はええわ。尾崎頼む。はい、よろしく。ありがとうございます。いいね。はい、誰がジュース買ってきて。なるなる。僕見出してください。無理よお前。あ、今ちょっと練習中で。誰かおらん。僕見出してください。お前できるかも。回してください。失敗ばっかりやん。今回は大丈夫です。難しいからやからな、ジュース買いに来て。行かせてください。頼む。ありがとうございます。はい、完成しました。なるなるなる。お前待て。はい。ブラボー。ダッシュ。ダッシュ。はい、はい、お待ちください。ジュース買ってきました。いただきます。監督いらっしゃいます。なる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 。ね、そこをしっかりと強い意志を持ってやりなさいね。なんやな、このタイミングで、この時期でな、もうすぐ追い込み期間が始まるよ、この時期でな、タロントの奴らもおるみたいやけど、ほっていけ、そんなやつ。別にええんちゃうか。別に胸を張っていってなくても別にええんちゃうか。胸を張っていようが、背中が丸まっていようが、お前自身が自信を持っとったらそれでええんちゃう。俺なんてこの野球部に入ってからまだ一回も胸を張れたことない。でも俺はそれでもお前を守りたい。俺についてこい。なんで?は、はい。はよ並べ。はい、はい、パッパ並べ言うとんねん。お前ら今日のグラウンド準備。はい。なあ、真夏の練習やんな。なんでジャグの中水入ってんの。いや、ちゃうねん、入っとらへんねん、容器だけや。なめんな、これ。一年の仕事、あ、置いた終わり。あとは先輩がやれって。お前ら最近気緩みすぎやねん。監督さんにお前なんかさ、優しくしてもらったか知らんけどや。俺ら一年の時もっとやばかったからな、こんな。終わってたで、こんなんしてたら。あ、関係られよ。誰ジャグ。確かお前やんな。あ、俺。こいつ寝ます。ここれんだろ。待って、えぐい、靴下忘れた。
誰か靴下持ってない。先輩、これ虫を欲しかったやつなんですけど、半乾きでよければどうぞ。うわー、ありがとう。半乾きか。先輩、先輩、こちら全乾きになります。マジ？はい。全乾きやん。はい。ちょっとあったかいし、これどこで手に入れたん？こちらの靴下ですが。こちらのものになります。疲れたな、練習前から。なんか準備とか多いわ、やること。まあ、最初はな、そうやけども。なんかあったら別に俺に言ってくれたら。おや？うん、全然大丈夫。なんかな、気はんねんな、先輩なんか、ああだこうだ言われそうやし。それで疲れるわ。それはあると思うけど、まあ、行き過ぎたそんなに。先輩から、あれせ、これせみたいな。うん、これ。おや？行く。行ったったらええ。ああ、お前行けんの？行ったったらええから、そういうの。いや、尾崎は？尾崎？尾崎はさっきなんかどっか行ったんちゃうかな？いや、分からへんな、俺。もうちょい先輩君、勝手なことやめてほしいけどな。おや？おや？おー、何してん？いや、LINE 行こうと思って、今日紅白戦やろ。ああ、うん。あ、その先輩の指示で。いや、言われてないけど。言われてない。うん。勝手な行動。まあまあ、そうやけど、紅白戦なら LINE 行くのできんやん。いや、そうやけど、勝手なことやめて。なる。そうか。うん、やめてほしい。いや、紅白戦やから、もう LINE を引いたんちゃうかな。もう俺の言うこと引いてたんやから。なる。なる。戻ってよ。うん。戻ってきとるやつ。さっきあれやな、昨日 S さんとめっちゃ長かったな。いや、ほんまにバリ仲良くしてもらってる。あの人、仕込み野球も仕上げにしたやしな。バリいい人やな。いや、昨日パシられただけちゃう。なる。ほんまジュース買いに行けと言われたけどな。うん、要はそんなするわ、俺絶対無理よ。そんな魂売ってんの。それ魂は売ってない。考えられんな。先輩にそれぐらい当たり前くちゃう。どうも。よし、言ってた準備できてるよ、全部。はい、完了です。なんなら、お前帽子取れ。うん、なる。オッケーオッケー、なんなら、いけてんな。ミスった、俺スポドレ忘れたように。あ、僕、買っとくんで大丈夫です。おー、はい。なんなら、頼める。任せてください。はい、おー、はい、いっす。脱いでないな、なんもいけんな。あ、はい。あれ、俺さ、紅白戦って言ってないっけ？あ、聞こえちゃってます。言ってんな。なんだ、紅白戦ってお前 LINE ぐらいひどくよ。あ、言わな、わからん。いや、別に野球しろって言ったわけじゃない。はい、紅白戦住んでたら LINE 引かないとさ、試合できひん。僕らはまた言うときますから。こいつめー！オッケー、はい。そうなんだ、それやな、LINE ぐらいできてんな。ちょっとあの、自分らで考えてやりや。一年、誰か見張り。僕が行きます。いや、お前できへん。任せてください。もう、ミスしないんで大丈夫。お前やらかしたやん。いけんの？チャンスください。いけんの？大丈夫です、やります。珍しいな、ほんで。まあまあ、いくよ、んな。お前、今日やらかしたらやばいで。はい。今度、お前俺のスポード言わ。やば。あ、いや、もう見張り行ってきて。いや、そう。うん。おや？
願いします。なんやこの状況は。え？どないだったんで。ああお腹痛かったな、すっきりしたわ。監督来ました。お茶になります。なる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 。新一年尾崎です。目標は日本一です。好きなタイプは面白くてショートカット人です。よろしくお願いします。やりなーし！すいません！声がちっちゃい！はい！聞こえへん！すいません！あんなもん言ったってええんよ。行くわ、俺。うん。任せてくれ。300億円はーい、次！聖地でーん！やりなーし！はい、次はい、次ね集合集合、並んで、はい、今から教えるのはマジでめちゃくちゃ重要な、仕事です。これしっかり、おい、帽子、あ、ごめんなさい、何回言わせるんだ。はい、イリエです。あ、イリエ君、はい、頼むで、はい、今からのマジでめっちゃ重要な仕事です。先輩、練習ってまだ…あ、ほんない。いろいろせなあかんことあるから、お前ら1年には結構やらなあかんこと多いから、しっかり覚えてくれ、今日で。今からやるのがめっちゃ重要な、仕事で、見張り。まあ見てわかると思うけど、ここ野球監督来なかったらサボってするから、先輩がね。その時にバレへんように、先輩がバレへんように、お前ら1年が見張って、監督来るかどうかをチェックする。なる。オッケー。だいぶ重要な任務だから。今日初日やから別に俺がやってもええねんけど、もしいきなり今日ここで見張りやってなかったら先輩の評価ばり上がるけど、どうする？誰か僕やります。あれー、やる、はい、いける、任せてください。大丈夫です。車わかるかね。わかります。見ました。うん、ほな行くか。任せてください。僕は行きます。ほな練習行ってきて。あ、はい、うん、じゃあはい、ほな頼むわ。ありがとうございます。お茶になります。なるなるなる。